皆さんこんにちは、オールアットワンスです。本日はキキ焼きそば YouTuber どうもキキ系アーティストオールアットワンスです。 YouTuber みたいな前回ねキキ食パンをやりまして、やりましたね、見事と、まあ、見事、私ないとか、まあ、正解と、いうことで、まあ、今年もね高級食パンを美味しくいただけるという権利をいただきましたけれども、そうですね、まあ、救済措置で、いやいやいや、そんなことないですよ見直した方がいいですよ、そんなことないですよ、動画見直した方がいい、そんなことないです。まあ、でその時にね、またナイトがちょっとちらっと言ってたんですけど、焼きそばも結構当てれる自信があるという話を、焼きそばはいけるでしょ、まあ、結構自信を持って言っていたのと、まあ、今回も我らがハッピーちゃんにも協力してもらい、ナルトがハッピーちゃんで当ててもらうと。焼きそば好きだもんね。ね、そう、焼きそばが好きですけど、あのハッピーちゃんも始まる前からずっと私絶対当てれません自信はなさげですけど、まあ、ナルトとハッピーちゃんにまた今回もやってもらおうと思います。じゃあ、まあちょっとね、いけると思いますよ。いける自信ありますね、うん、いけると思います。まあ、ちょっとラインナップまず紹介しますね。はい、はい、まずこちら、まあ、焼きそばといえば、もう王様に近いんじゃないですか。まあ、今有名どころですよね。はい、ペヤングですね。はい、でこちらごっつ盛り、学生の味方、学生の味方ね、学生の味方、めちゃくちゃ食べてたもん俺、学生の味方、ごっつ盛り、うん、そしてこちら一平ちゃんですね、王道ね、これも王道ですよ、うん、そしてこちら、浅草、多分この王道ね、これはあのやっぱ何とかもうすごい自信を持って言ってたので、うん、まだ多分食べたことないだろう、初めて見たどこで買ったの、スーパーに言ってました、浅草。この4つで今回はですね、この4つを全部出題してどれが何の焼きそばか、うわむずいね、までもだから細かく当ててもらいます。むずいね。でじゃあ、まあルールもう一つとして、うん、あのまあ、マヨネーズをかける商品がここ2つですかね、あるね、ごつ盛りと一平ちゃん、うんうん、まあ、マヨネーズは今回かけないで、勝ちなしね、よりちょっと難しくしていこうかなと思っております。まあもう自信満々ですから、いや余裕ですよ、自信満々と全く自信がない余裕ですよじゃあまず早速作っていきたいと思います。はい、それではレッツキキ焼きそばスタート何それ、罰ゲーム俺が1個考えてるんですけど、焼きそば禁止にしよう、結構きつい気がする、カップ焼きそばじゃない、焼きそば禁止、大阪行った時困る、そうだから大阪とか関西の方行った時とか、麺禁止にする、いいよ麺禁止でも、次の撮影までに麺禁止する、うん、俺は自信だじゃあキッチンパン次するまでになると、じゃあ麺禁止にします、麺禁止にします、ちょっとね、時間が経ってはしまうので、俺も目隠ししてたら気づいたら寝てたボケに誰も気づいてくれなくて、俺が多分態度悪いやつみたいな、それ無理だよ一つ目から渡します、どうぞハッピーさん、はいはい、ナイト、はい、どうぞじゃあ何番、はい、でもいい、はい、でもいいですよ、A の焼きそば、どうぞいただいてください、いただきます、どうよ、あーなるほどね、どうですかハッピーちゃん、わからないよ、だその俺の問題としては、うん、その何かが入ってるペヤングと、うん、食べたことのない浅草、ああそこの違いをどうやって分けるか、そう分けるからよね、どう、全然大丈夫です、なんかもういろんな割り箸やら皿やらの匂いでも、まあそれはもう分かんないかもじゃあとりあえず大丈夫ですか、なりとも、うん、はい、これ分かんないかもとりあえず全部ソース味ですよ、全部ソースよ、いいですか、もらいます、で1個だけ塩とかになってないかな、なってない、それはない、何かの間違いで1個だけ塩になりました、じゃあナンバー2いきますね、はいはい、あでも明らかに匂いは違うわ、結構多分食べてみたら麺も割と違うと思うんだよね、結構ね最初食べたやつは細かった気がする、はいはいはい、
ただきます。あ、はい、はい、お、早っ、もういいの、うん、早っこれはね、これはなんとなくなってことは、そうか、知らなかったけど、何も分かってなさそうだよ、直流もなんか見えないけどこれでも間違ってたあれだね、何それ、いや、お前結構きついよ、麺禁止だったね、君、いや、なんとなくね、2個目は多分これだろうな、いける、ハッピー、自分の中で、もうちょっと食べる。美味しいですね。うん。そりゃそうなの。焼きそばだから。カップ麺なんだから。そりゃ美味しいんだよ。なんか食べ慣れてる味がする。それはね。うん、C ですね。はい、C。重。それは量の問題じゃない。それ量の問題かも。俺の持ってる量の問題かもしれない。あー、なるほど。むずいわ。あんも若干立ってる、うん、お急に規制を発してますが、向こうでどうですか、お味は違う、うん、3つ今、うん、ABC 食べてる、全然違う、違う、まあこれ違うっていうのは危機シリーズで、いや、もしかしてさ、火薬入れてないよね、ここに、さらに何？火薬は乗せてない。乗ってますよ、一応それには。僕が見える限りは乗ってるけど今。え？ない。火薬食べます？いや。大丈夫。じゃあ回収します。いや、ちょっと難しいかも。難しかも、はい、じゃあラストですね、 D、 はい、どうぞ、はい、あ、もうこんなの食べんでも分かる、これはもう食べんでも分かる、マジ、うん、いやなるほどね、これは絶対それだろ、もういい、これは絶対それだ、もういい、絶対それだもん多分食べたことないかもしれない、確かに1個ありますか、食ったことない焼きそばは、食ったことない焼きそば1個あるからね、1個あるから、本当に魔境よ、あの浅草ね、じゃあ目隠し外してもらって全員、はい、あ、眩しい世界が、眩しいですね、では ABCD って言っていくんで、 A はこれ、 B はこれ、 C はこれって言ってください。改めてラインナップ紹介していきますよ、一平ちゃん、ごつもり、浅草、飛ばすな、ベッチ浅草、東京浅草、一平ちゃん、ごつもり、ペヤング、さあ大丈夫ですか、いけた、整理できてる、これ今ね、これ例えの話なんですよ、高校入試とかで丸罰問題あるじゃん、うん、はい、丸がずっと続くと不安になるみたいな現象があるじゃん、これ本当に合ってんのかな、うん、今それです、今その感情、いやでも慣れた割とじゃあ自信あるってことだね、いやあるよ、はい、多分合ってると思うよ、覚えてる、A の味大丈夫、味は覚えてないけどまあもう多分これだろうみたいな、じゃあ A からいきますか、じゃあ、はい、僕は A か、なんか書く、紙とペン、あ、はい、とこで揃いました、はい、ではじゃあこれで、ね、あ、いきますか、はい、いきますか、じゃあ、ハッピーちゃんとナイトの回答をオープンお願いします、こちらです、じゃん、じゃあまずナイトの方からいきますかね、僕は A から浅草、一平ちゃん、ごつもり、ペヤング、はい、でもこの順、はい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 、ハッピーちゃんが A、ごつもり、 B、一平ちゃん、 C、ペヤング、 D、浅草、はい、はい、ということ、これもうさ、だからいつきがこう正解をこう言っていくわけじゃないですか、はい、一発目で全部決まるわけですよ、はい、我々の人生、 D から行きましょう、 D、
B、あ、そうだね、確かに。あ、確かにね。かぶってるところからいこうか、ちょっと。かぶってるところ。これは間違ったらもうね、罪なのよ、ほんとに。じゃあ、いきますよ。本当に罪なの。これだけは本当に。じゃあ、B からいきたいと思います。はい。はい、B の焼きそばは、ごつ盛りです。ざけんなよ。はい、嘘でしょ。 B の焼きそばごつ盛りでございます。マジでやってんの。はい、マジです。じゃあ、何と次自信あるのどれですか。え、 D D、うん、D、 あ、 D ですね、うん、了解です。いや、じゃあもう上からいっていきますか。はい、A のあの、多分映ってないですよね、あいつさん。もういいよ。はい、映る価値ない、俺。 A の焼きそばはペヤングでございます。はい、で、B の焼きそばもうさっさと言え、もう、はい、B の焼きそばさっき言いましたけど、ごつ盛り、もうすっと言え。そして C の焼きそばがすっと言え、一平ちゃん。そして D の焼きそばが浅草ということで、うちのハッピーが一問正解。はい、で、成田の方は全問外れ。え、マジで。成田の方は全問外れでございます。はい、なので順番的に言うとこっちですね。君と言った逆です。本当にこう出してます。はい、本当に本当に本当にです。すごい。もう一回改めて、じゃあそれを分かった上で食べてみますか。ええから、こいつなんかざまあ見ろみたいな言ってるけど、ガチで分かんないから。これがペヤング。はい、 A です。だから最初に食べたやつ出しますか。近くにあのお皿の裏に書いてあります、答えが。ペヤングってこんな味だったっけ。はい、なんかもっと濃くないですか。うん、うん、なんか知らないよ、そんな。そんな。はい、なんかね、ほら、これこれが、これ浅草ね。ペヤングってさ、昔から変わってないじゃん。まあそうね、変わらない。長い、一番長いじゃん。うん、カップ麺って味するの。はい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 、はい、なんかインスタント感がある。そう、インスタント麺の味がするの。ここら辺はやっぱり、ね、洗練されてるからあれなんだけど。でも何言っても無駄ですよ、全部外してるんで。これ、ごつ盛り後ろに書いてありますよ。間違ってないから。全部わかるようにやってるなら、ちゃんと。これね、ちょっと恥ずかしいのは、うん、これとこれ、これとこれ、うん、ちゃんと俺、食ってきたの。そうね、ここ最近で。あ、そういうこと。企画に合わせて、うん、しれっと予習しとこうと思って。どうせ出るだろうと思って。ちょっと予習していた、うん、外したわ。見事に外した。そう、だからね、味というか、なんかタイプが近いやつを隣に並べて。え、ベヤングってこんな味だったっけ。何も信じられないわ。ということで、ハッピーちゃんは1問正解。まあ、ナリトには勝ってるんで、まあ、麺は禁止じゃなくて大丈夫ですね。全部間違いやってて、もうオチだもん。いらんもん。いらん、いらん。いらんもん。エンドトークいらん。全問不正。オチ、オチ。いらん、いらん。もういらん、いらん。いらん、いらん。だから、ごまかすのやめてください。もういらん、いらん。オチのトークいらん。ごまかしちゃダメだよ。いらん、いらん。もう落ちる必要ないんだから。罰ゲームは。もう落ちたんだから。イライライな発言もあるよ、ちゃんと。イライラ、メンコはメンコは。そんなもん、もう食ってたまるから。食ってたまるから。じゃあ皆さん、次の利き食パンが来るまでお楽しみにしといてください。むずいって。ありがとうございました。以上、むずいってオラットワンスでした。